皆さんこんにちは、茨城ロボッツ OB の一色翔太です。それでは今節の熊本ボルターズ戦の見どころを紹介していきたいと思います。今節の相手の熊本ボルターズは現在20勝27敗で西地区6位のチームです。今季初顔合わせとなります。現在10連敗中と非常にちょっと苦しんでいるチームです。前節のアースフレンズ戦同様2連勝してしっかり勝ち切りたいところです。熊本ボルターズの注目選手は背番号11番石川海人選手です。現在アシストランキングで1試合平均 8.6、ダントツトップです。熊本のオフェンスの起点となる選手ですので、特にピックアンドロールからの崩し、そこからのアシストというところをしっかり抑えてほしいところです。彼は日本大学時代の後輩なんですけれども、非常に小回りの利く、例えるならチョロ級のような選手です。守るのは大変かと思いますけど、ロボッツのガード陣にそこはしっかり守ってほしいと思います。ロボッツの注目選手は背番号13番中村航平選手と背番号27番の真庭城成選手です。中村選手はここ数試合、積極的なオフェンスシュートというところが見受けられますので、非常に期待をしております。平尾選手が休んでいる時間帯のガードとしても、リーダーシップを発揮してもらいたいところです。マニア選手に関しては、彼がプロキャリアをスタートしたチームが熊本ですので、フルストの対戦となります。特別な、思いもありますでしょうし、今回、小林選手が欠場しているということがありまして、彼の分まで、頑張って活躍してほしいところです。熊本戦、2連勝して来週水曜日の越谷戦に挑みたいところです。ロボッツのホームでの戦績が18勝3敗、勝率が 85.7%、 この高さは、ブースターの皆さんの応援の力だと思っています。今節の会場で、またはバスケットライブでの熱い応援よろしくお願いします。 GO GO ロボッツ。